ドクター・エッグマン、またはドクター・アイボ・ロボトニックは、セガグループのコンピュータゲーム、ソニックシリーズに登場する架空のキャラクター。単に、エッグマンと言われることが多い。姓は、ロボトニックで、本名は不明だが、一部で、アイボ・ロボトニックが、フルネームとされている作品もある。年齢は、不詳で老人と呼ばれる作品もあるが、中年とも言われている。一人称は、ワシ。ソニックシリーズを通して、敵役として登場する人物で、世界を自らの理想郷であるエッグマンランドに変えようと、ソニックたちの住む世界を統括する連邦政府と対立する。世界最高の頭脳と謳われた科学者であるが、自分勝手で子供のようにわがままな自信家である。ジェラルド・ロボトニックを祖父に持つ。その名の通り卵のようにふっくらとした体格と、飛び出たような髭が特徴。常にサングラスをかけ、頭にはゴーグルもかけている。ほっほっほっほという高飛車な笑いが口癖。普段は傲慢な老人口調で話すが、ソニックライダーズではバビロン族の宝を手に入れるためにジェットを利用しようと、慣れ慣れしい丁寧語を使い、ソニックカラーズのエッグプラネットパークのアナウンスにおいては、敬語とタメ口を使い分けていた。なお、ソニック・ザ・ヘッジホッグでは、モデリングやデザインが一新されたほか、コミカルさがほとんど消失して、完全にシリアス然とした性格になった。さらに王女、エリスだけでなく、シャドウに対して極めて丁寧で、紳士的な口調で接するなど、これまでとは異なる言動も見られる。このモデリングや設定の変更は、上記の作品のみで、後の作品ではデザインがソニックアドベンチャー以降のものに戻り、以前にも増して、コミカルな性格が強調されるようになった。呼称に関しては、ソニックたちには、エッグマンと呼ばれているが一部のものは、ヒゲオヤジと呼ばれており、シャドウやルージュのほか、ソニックには、ドクターが使われることもある。ソニックカラーズではウィスプたちにその外見の印象から、ヒゲ卵と呼ばれ、悪乗りしたソニックには、ヒゲゆで卵とまで言われている。シリーズ解禁賞であったが、ソニックと暗黒の騎士には登場しない。自称、悪の天才科学者で自身を正規の頭脳を持つ大悪党やこの世に自分と並ぶ者はいないなど自信に満ちた発言をするだけにジェラルド譲りの IQ300 という優れた頭脳を持っている。ただ、その優れた頭脳を過信しすぎるところがあり、爪の甘さから出た失態により計画そのものが破綻することがよく見られる。実際、エッグマンを知る者からの評価は概ね高いとは言えない。マシン工学の権威と言われるほどメカに詳しく、実際、小型のメカから巨大な空中艦隊までたった一人で作り出すほどの技術力を持っている。とぼけた外見、子供のような性格とは裏腹に IQ に見合った知略派でもあり、その知能を生かしてシリーズでは、地球規模や宇宙を舞台にしたスケールの大きい悪事を働いているが、部下の憎まれ口で苛立ったり、子供っぽい発言が目立つため威厳に欠ける。いつも世界征服活動をソニックに阻止されたり、自身の爪の甘さが災いして自滅したりなど、最終的に成功した試しはない。第三者を利用するなど策を浪する一方で、他者からはその科学力や頭脳を利用されやすく、エッグマンネガや当時人類への復讐を企んでいたシャドウなどにそそのかされて共同で悪事をすることもある。目的のためには手段を選ばないこともあり、ソニックをおびき寄せるためにエミーやクリームを人質にしたり、ソニックアドベンチャー2やソニックザ・ヘッジホッグでは国を人質にして大胆な脅しをかけたこともある。ただし、殺人行為は好まず、人命を奪う描写はゲーム中では皆無であり、シャドウ・ザ・ヘッジホッグにおいてはソニックがブラック・アームズの非道なやり口を見て、エッグマンでもここまでしないと語った。世界征服のための計画をことごとくソニックに潰されているが、決して諦めることはなく、シリーズにおいてはほぼ例外なく世界征服をした後で、己の理想郷であるエッグマンランドを建設するという目的のために、悪事の限りを尽くす。むしろ世界を破壊する自分以外の悪者に対しては地球がなくなったらエッグマンランドが作れなくなるという理由で、その侵攻に対抗するために戦力を出したり、積極的に協力することがある。一方でしばしば強大な力を狙い、正規の頭脳を持つ自分なら、制御できると後先考えず行動した挙句結局、制御できず、世界が破滅しかねない事態を招き起こす。これらのエッグマンの悪巧みによって暴走したものの、多くは各シリーズの最後の敵として、ソニックをはじめとした、プレイヤーキャラクターの前に立ちはだかるものも少なくない。このように周囲の迷惑を考えず、世界を何度も危機的状況に陥れており、世間にとっては人騒がせな人物であるが、上記の通り、当事者である本人が悪気を感じている場面はほとんど描かれない。自分の研究で世界を危機に陥れても自身をマッドサイエンティストという自覚を見せることはなく、むしろソニックアドベンチャー2やシャドウ・ザ・ヘッジホックなどで利己的な研究や復讐のために世界を滅ぼそうとする祖父であるジェラルドに自分のことを棚に上げて、あのマッドサイエンティストめ、と激怒している場面さえある。しかし、上記のように自分の帝国を作るための地盤を揺るがすことは望んでいないため、シャドウ・ザ・ヘッジホックでブラック・アームズに利用されているシャドウを助けたり、ソニック・ライバルズシリーズでは一切悪事を働かず、世界滅亡を企むエッグマンネガの野望を阻止するために、シャドウやシルバーと協力して、終始正義のために行動した。また、かつては自分の祖父のような立派な科学者になりたいと語っていたが、なぜ世界征服を狙うようになったかは不明。ソニックカラーズでは、今までエッグマンランドを作る目的とは異なり、今までの悪行を償いたいという名目で、宇宙テーマパーク、エッグプラネットパークを建造し、裏でウィスプの改造、ウィスプたちのエネルギーを抽出することで世界の人間を洗脳する計画を進めていた。これにはソニックですら、エッグマンがやった中でも、特にひどいと言われている。これをきっかけにその続編にあたる、ソニックジェネレーションズでは、偶然、タイムイーターの誕生に遭遇して、時空を消す能力を解析し、これを利用して、自分の敗北の歴史を塗り替えるという計画を立案した。計画の全貌を聞いたテールスから、このままでは、世界が消えると主張されたが、世界など自分が作り変えるなどと自信満々に豪語しており、上記のソニック同様過去の自分であるクラシックエッグマンですら自分の行く末を嘆かれている。ソニックロストワールドでは打倒ソニックのため幻の大陸ロストヘックスで6奇襲を復活させ、さらに動物たちをサライメカの原動力として利用する一方で、惑星のエネルギーを吸収する際に惑星を破壊しないよう細心の注意を払うなど、ソニックカラーズやソニックジェネレーションズのような冷徹さは見られない。物語中盤からはソニックたちと行動を共にし、敵として付き合いの長いソニックからはある種の信頼はされているも、テイルスはメカニックとしての考え方が対照的なためにお互い憎まれ口を叩いているが、ソニックやテイルスを体を張って助けるなどの一面を見せる。逆に、ソニックフォースでは、作中冒頭にソニックを捕まえ、デスエッグに幽閉。半年間拷問した挙句宇宙に放り出そうとしたり、自分に逆らうものを、ソニック同様幽閉したりある兵器によって、根絶やしにしようとするなど、ソニックアドベンチャーシリーズや、シャドウ・ザ・ヘッジホックとは、対照的な行動を見せる。エッグマンの仲間は、当人以外、すべて自律型のマシンであり、ベクターからは友達が少ないんじゃないかと言われたことがある。実際、交友関係はゲーム本編においてほとんど描写されていない。強いてあげるのであれば、シャドウと長らく行動を共にした期間があるぐらいであり、彼が初登場したソニックアドベンチャー2以降は、ほとんどのシリーズにおいて、エッグマンの指揮下で長期間行動しているシリーズはなく、基本的には中立的な立場である。他に、ルージュも条件によっては、彼と手を組むこともある。部下のメタルソニックは、基本的にエッグマンの命令には忠実で、マリオ&ソニックシリーズでは彼を信頼している描写がある。逆にビジネス的な人脈はあるのか、ソニックホースでは腕利きの傭兵団を雇って研究所の防衛をさせていた。ソニックワールドアドベンチャー以降は明確な意識を持った側近的なメカが登場するようになった。初登場した球体型の部下は皮肉屋で言動がとても反抗的だった。ソニックカラーズレオボットキューボットの2種類の側近メカが登場するが、こちらもエッグマンの期待通りの部下とは言えず、計画が達成に近づいていた際に、もうすぐバカどもともおさらばという思いを抱いていたが、マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック、ソニックロストワールドなどでも引き続き部下として登場し、憎まれ口を叩き合いながらも一緒に行動している。また、いつも敵対しているソニックのことを永遠の宿敵、終生のライバルなどと言っているが、当のソニックは退屈しのぎの遊び相手程度にしか思っていない。ソニックのことは作中でも敵視し、あの世に送ってやる、ここが貴様の墓場だなどと発言しており、ソニックフリーライダーズの説明でも、ソニックたちを亡き者にしようとしていると説明させているが、実際は、やはり生きておったか、などとソニックの力を認めるなど、妙な信頼を抱いている面も見られ、上記のように命を奪うようなことはせず、ソニック・ザ・ヘッジホッグで、ソニックがメフィレスに殺害された際には、横たわる彼を見て悲痛な表情を浮かべていた。シリーズを重ねるごとに、彼のことを憎からずも思っているとされる場面も見られ、ソニックと戦うことが楽しみになったのか、わざわざ挑戦状を叩きつける行動をとるようになった。共通の敵に遭遇した時は、裏切ることなく手を組み、共闘することもある。ソニックカラーズではそのことを部下のキューボットに指摘され、一度は好きで構っていると思っているのか、と否定したが、違うの？と聞き返されて真剣に考え込む姿も見られた。ソニック自身も周囲の仲間とは違い、嫌ってはおらず彼に対しては一定の信頼に近い感情を抱く描写がアニメや一部の作品で見られる。こうした関係から時には共通の敵を前に裏切ることなく共闘することもある。ただし大きな事件にエッグマンの姿を見つけるとさすがの彼もすぐにエッグマンを疑い、ソニックと秘密のリングではよく似た人物をエッグマンと勘違いして危害を加えそうになった。また、ソニックカラーズ以降からは、他の仲間同様、快く思わない態度を見せており、アニメ版、ソニックトゥーンでは悪意を込めて、エッグヘッドというニックネームで呼んでいる。一方で後年に登場した、チームソニックレーシングでは悪巧みを止めようとしつつも、彼の無茶苦茶なへりくつを聞きながらも付き合ってあげたり、マリオ&ソニック AT 東京オリンピック2020で意地を張るエッグマンたちに、今は争っている場合じゃないと彼らを説得し、共同するなど一部の作品では、以前のように敵である彼に優しく接している。テイルズも、ソニックワールドアドベンチャーでは多少だが彼を信頼している節を見せているも、ソニックロストワールドでは、仲良くなるなんて絶対無理と言われているシーンがあるなどより、不仲に描かれているが、マリオ&ソニック AT ソチオリンピックのオールスターチャレンジロードを制覇するとテイルスと手を取りながら優勝した喜びを分かち合う描写があり、お互い自覚はないが気が合う部分がある様子。マリオ&ソニックシリーズでは、クッパと手を組み、自分たちのオリンピックを作ろうと企む姿が見られ、B 版、マリオ&ソニック AT バンクーバーオリンピックのショッピングでは、クッパと仲良く会話する場面も見られる。オープニングでも、ワリオと共同でマリオとソニックの邪魔をしようとするなど他の悪役に協力する場面が見られた。さらに DS 版のアドベンチャーツアーズでもクッパと共に行動し悪事の限りを尽くす。同作の最後ではその赤い帽子、見ているだけでムカムカするわいとマリオのことも敵視するようになった描写がある。その後悔しさのあまりクッパやメタルソニックたちと共にマリオとソニックたちの後をこっそりついていくも、ソニックたちは案の定気づいていた。3DS 版、マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピックのエピソードモードでも、再びクッパと手を組み、正式な選手にもかかわらず招待状が届かなかったため、ソニックたちが実力者の自分たちをのけ者にして楽しむ、キダナと激怒し、ワリオから戦利品でもらった霧の壺でオリンピックを中止にしようと企む。その後お互い真相を知り、招待状がなくなった件も二人に同情したマリオとソニックの説得で和解し、クッパと共にオリンピックを楽しむ。この作品でソニックもエッグマンを手のかかる悪友として大事に思っていることがわかる。前日談の外伝ではメタルソニックの改造に奮闘していた。この作品ではエッグマンとクッパが名前を呼び合う場面もあり、このことからクッパとは近年に友好関係にあるとされ、短気な彼をなだめる冷静さを見ており、マリオ&ソニック AT 東京オリンピック2020では珍しく揉める場面もあるもお互いフォローし合ったり、励まし合っている。彼の開発するメカたちは人間と同等程度のサイズから時折艦隊クラスのものにまで膨れ上がり、デスエッグやテーマパークなどの大規模な建造物を建設することすらあるが、それらの資金源や建造方法などは明確になっていない。金銭を稼ぐ描写としては、ソニックバトルで小遣い稼ぎのために、ガンマの廉価版であるガードロボを売りつけたこと、そしてソニックライダーズシューティングスターストーリーでメテオテック社というセキュリティマシンやエクストリームギアを製造する会社を密かに経営していることなどが挙げられる。その一方で、シャドウ・ザ・ヘッジホックでは、テールス曰く、あらゆる場所から奪ったリングで巨大なテーマパークを作ったと話しており、マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピックのロンドンフェスタのイベントでも大英博物館からコインを盗み、手土産にしようとするなど各地でリングを盗んでいる描写もあった。ソニックカラーズでのエッグプラネットパークのアナウンスには、金儲けを優先しているような発言が節々に見られ、加えてテーマパークとして運営もずさんであり、内容は自他ともに認める粗末さを誇っていた。その中でロボットを壊されると修理が大変な上に値段がとても高いというアナウンスがあり、その高い技術力の背景には相応のコストがかかることが示唆されている。いずれにしてもその技術力を何らかの方法で売り込んでいることだけは明かされている。連邦政府軍、ガンに対抗するためにエッグマンが形成した帝国だが、誰も認めていない。世界各地に大小数えきれないほどの基地があり、それらを拠点にマシンたちをばらまいている。しかし本部がどこにあるかは不明。ソニックワールドアドベンチャーでは念願のエッグマンランド建設を果たしている。愛と野望の空間と呼称するそのエッグマンランドは、外見は観覧車などがある遊園地だが、中身は溶鉱炉や工作機械などで埋め尽くされている。また、シリーズの舞台として、彼の建設した施設は、遊園地がモチーフにされることが多く、実際に経営することもある。声優はいずれも、大塚千佳夫が担当。以下はすべてエッグマン一人で制作したものであり、誰かと共同開発したものは含まない。ソニックワールドアドベンチャーなど。ただし、同作品には、エッグマンの開発したロボットである、エッグフラッパーや、エッグマンの顔のシルエットが描かれたアイテムが登場している。いずれも世界滅亡が目的であったことにエッグマンは気づいていなかったが、真相を知った後はソニック側についた。ソニック・ザ・ヘッジホックにて脅しはかけたが本当に実行することは全くなかったことや、ソニック・ラッシュ・アドベンチャーで惑星ごとソニックたちを滅ぼそうとするエッグマンネガを見て焦り止めようとしたのが、主な例。ただし、ソニックジェネレーションズにて歴史を自分の手で改変して存在をなかったことにしようとするなど、エッグマン自身が気づいていないか、あるいは間接的なので、危機感が生じないため、実質的にエッグマンによる殺人が成立するケースもある。あくまで一定の節度は持ち合わせていると、ソニックから認識されている描写、ソニックアドベンチャー、シャドウ・ザ・ヘッジホック、ソニックバトルなど。ただし、間髪入れずに、エミーに、あんたのことでしょと突っ込まれている。やむを得ず一度だけ手強い6奇襲を倒すために、ロストヘックスもろとも破壊しようと考えたことはあった。もっとも、かなりの大金で雇ったにもかかわらず、シャドウに完膚なきまでに叩きのめされているほどの微妙な戦力であった。公式プロフィールなどでもソニックの宿敵と書かれている。ソニックヒーローズより。ただし、この時、エッグーマンは部下のメタルソニックに反乱を起こされて幽閉され、メタルソニックがエッグマンにすり替わっていたため、本当にエッグマンが挑戦状を送ったかどうかは疑問が残る。ソニックアドバンス3では、Gメルとの戦いで力尽きたソニックをテイルスたちの元まで運んだりもした。もっとも、エッグマン自身もソニックたちと仲良くなりたくないと言っている。ソニックたちも知らなかったため、世間に彼が経営者であることは公表されていなかったとされる描写がある。ABCDEFG2 期存在していて、うち1期はファイナルステージのボスラッシュに出てくる。ありがとうございます。